ご視聴ありがとうございます。たっちゃん日記です。本日の動画なんですけど、誰でも簡単に水合わせができる方法をちょっとレクチャーというかですね、お話できたらいいかなと思って動画を回しております。あのボウルに入ってるのはですね、購入してきてそのままドバーッとボウルに移した状態のあのメダカだと思って動画をちょっとご覧になられてください。使用しているのは楊貴妃です。はい、このようにですね、スポイトでまずスポイトを用意します。まあスポイトない方ですね、あのもうちょっとするとあのスポイトない時のですね、対処法というか荒技なんですけど、ちょっとご紹介してますので、ちょっとこのままお待ちになって見ててください。スポイトでですね、ちょっとずつ足すっていう作業を1時間おきに、まあ、3回くらい俺の場合やってますね。まあ、これちょっとスポイトでちょっと少ししか入れてないですけど、まあ、大体スポイトで1つ分くらい、これちょっとしか入れてないですけどね、スポイトで1つ分くらいずつ1時間おきに入れていきます。あ、すいません、あの補足なんですけど、その飼育する水のですね、水をそのこのボールの中に注いでいくっていう形ですね。この作業を1時間おきに1回やってください。スポイトがあると便利なので、ない方は100均でも売ってますので、ご購入をご検討ください。ちょっとこの時ですね、ちょっとこう楊貴妃綺麗だなってちょっと見とれちゃって、動画ちょっと静止しちゃってるんですけど、こっからがですね、荒技です。こういうやり方もあります。これでちょっとずつ足していくやり方ですね。これも1時間おきにちょっとずつ足していくって、まあこれもですね、3回くらい繰り返してっていうやり方になるんですけど、まあこれであの俺失敗したことないんで、水合わせなんで、あのみんな成功するかなって思いますので、ちょっと試してやってみてください。あのよく袋のままつけといて、はい水合わせ終わりっつって袋開けてドバーってやっちゃう人をちょっと見かけたんですよね、俺あの YouTube の動画で。なんでちょっとこの動画ちょっと作成しようかな、撮ろうかなと思ってちょっと動画にしてるんです。いや皆さん、あのゴールデンウィークですね、あの何しますか？何かご予定とかありますか？と俺の場合なんですけど、あの恥ずかしながらお友達もゼロ、そしてこのような病気なので予定もゼロ、何もかもゼロですね。あの基本ですね、あのお家に小さな生き物たちとメダカちゃんいれば、他何にもいらない人間なんですよ。つまんない、どうしようもない人間なんですよね。とまあ冗談はさておいて、まあ本当にあの友達とかいないんで、本当に予定ないんですよね。なんでまあメダカツでもなんか天気悪いんですよね、なんか天気予報によると。だからなんかメダカツできないんじゃないと思って、そういえばあの知人から聞いたんですけど、田んぼあるじゃないですか、田んぼの土さえあればミジンコ培養できるという情報を聞き、まあ知ってる方多いかもしれないんですけど、俺は初めて聞いて、はっ何それと思って、まあミジンコっつったらもうメダカの最強食ですよね。もうどんなメダカでもブクブク太っちゃいますよね。と思って、田んぼないよ、俺田んぼ持ってねえし、かといって夜な夜な田んぼに忍び込むわけにもいかないんで、ちょっとその方に田んぼの土もらおうかな。どうしよう。この動画見てたら田んぼの土くれ、ただで。ということで、あ、すいません、これ三色ラメです。三色ラメ見てもらってるんですけど、にわかの俺にはあのブルッサとの違いが いまだに分からず、でもあのこれまだ稚魚なんですね。なんで親魚くらい、あの大きくなったら、ブルースターダストと三色ラメの違い分かってくるのかなって感じなんですけど、ちょっと今この現状ではですね、ちょっと
俺の目では分かりません。はい、本日もここまでご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録、高評価ですね。あと概要欄からツイッターのフォローよろしくお願いします。ここまでご視聴ありがとうございました。次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。ナイスタイミング、ベスト。